すべての人間に次ぐ。今よりこの町を我らが支配下に置く。我らの名はダークキングダム。何がどうなってるんだ。奴らはこの町一帯を特殊な結界に封じ込めたのよ。特殊な結界？そう、四つのポイントを頂点とする特殊な結界。この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは四つ。大体の座標から推測すると。水玉の扉。水玉。なるちゃん。黒水晶の一部が欠けている。捨ておけ。多少不完全であっても我らの勝利に変わりはないわ。さあ最後の仕上げにかかるぞ。ひどい。セーラー戦士よ、か弱き小娘たちよ、見ているか。見ているだろうの。ご覧の通り、今やこの町は完全に我らが手に落ちた。貴様らの出る幕、今度こそ我らが勝利を手にするのだ。あれは、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 あれは。でもそれじゃあまりにも張り合いがないわね。貴様らにチャンスをやろう。1時間の猶予をやる。その時間に我らが建てたモニュメントを全て打ち砕いてみせろ。ただし、できればの話。貴様らに地獄を見せてやろう。存分に。1時間。短すぎるか。罠だ、これは。こっちが5人。モニュメントは5本。光った場所は4箇所しかなかったよ。ええ、その通り。でも、あの4本は結界を構成する単なるパーツに過ぎないわ。それらの中心となるコアが必ずあるはず。コア？ネフライトの最後に残した言葉を思い出してみて。彼は水玉の扉に気をつけろと言い残した。水玉の扉か。水玉というのは玉中石の一種で、つまりはエメラルドのことね。扉というのは、ここではあのモニュメントで構成された図形を指すんだね。ここからが問題ね。エメラルドは通常エメラルドカットと呼ばれる逆位置の四角錐形にカットされることが多いの。
ということは、さっき目測だけど大体の図表をインプットしてみたわ。これで残る一つのモニュメントの位置が導き出せるはずよ。東京タワー、有栖川公園、十番中学、そして氷川神社。最後のポイントは夢ランド地下 1200m。 これで人数分揃ったわけだ。迷ってる時間はないわ。みんな、いいわね。元よりそのつもりよ。よーし、派手に行くわよ。オッケー、マーキュリーパワー、マーズパワー、ジュピターパワー、ヴィーナスパワー、ムーンクリスタルパワー、エイアがエスコートして差し上げます。それはご丁寧、お礼を言わせてもらうわ。ジェダイト、あんまり決め込んでも無駄よ。あなたの気には覚えがあるわ。ジェダイト、また倒されたいの？ジェダイ、とぼけるのもいい加減にしなさい。ファイヤーソール、フッの、くらえ！人間の分際で人間を捨てたあなたに言われたくないわ。誰ごと。なんだ、うちの神社になんてことしてくれんのよ。キラリ、悪霊退散。どうか、そう、亡霊相手は私は無敵よ。もはやこれらモニュメントに指したる意味はない。問題はファストワイズマン、やつが鍵を握っている。やつを倒す限り東京
上にかけられた呪いは消え。ファストワイズマンってのはどこにいるんだ。奴はデスファントの復活を狙っている。銀髄賞を渡すな。渡しては。みんな大変。セーラームーンがクイーンベリルにさらわれちゃった。あのドジ。待って、みんな、やっぱりセーラームーンの通信機が発信を続けている。これをたどっていけば。安心しろ、その恐怖もそろそろ終わりだ。死ね、貴様ら。プリンセスから手を離しなさい。私たちはプリンセスセレニティを守る四守護神の戦士。バークリングワイドクレッシャー。
こまでも肉肉しい小娘よ。ならばその命をいただこう。デビル、クレセント。貴様の相手はこの俺だ。くりゃあ、私が相手になってあげるよ。来な。邪魔をするな。これじゃどうしろって言うのよ。ここは私が引き受けよう。隠しどかね。セラームを頼んだぞ。はい。隠しどかね。するな。タキシードカメ、タキシードカメ、いやー私も残る。そのバラの花に私は悪にはしない。セーラームーン、私を信じろ。セーラー戦士たち、長いは無用だ。君たちのプリンセスを守ってくれ。セーラー戦士たちか。ネフライト、クイーンベリルたちを何とかしないとあいつには近づけないわ。でもあのブラッディオパールがある限りいくら倒してもキリがない。我らが分身黒髄将、今こそ我が呼びかけに応えよ。我が手に来たりて再びその力を我に加算。それが、そう、お前が壊した黒髄章だ。しかし砕いたくらいではこいつのエナジーは消えん。待って、そいつを使って何をしようっていうの。東京のみんなを、そしてクイーンベリルたちを救って。セーラームーン、違うのルナ、私がいけないの。あの時金髄章の力を解放して全てが終わった時、私の力が足りなかったから、あの人たちは暗い死の世界をさまよわなければならなかった。私たちはこうやって転生して生きているのに、あの時私の力が足りなかったから。お前の体から計り知れない愛のエナジーを感じる。
ストワイズマンの呪縛から解き放つのはお前たちの役目だ。手助けをするに過ぎ、この黒水晶は蛇国水晶と呼ばれるものを模して地球で作られたものだ。蛇国水晶、何だいそれは。ファストワイズマンが呼び出そうとしているものに関係があるらしい。詳しいことはこれもわからない。それゆえ破壊力は蛇国水晶に遠く及ばないが、予期を使うこともできる。金水晶と同じようにさあ行け、セーラー戦士ども。ベリルたちは俺に任せろ。ファストワイズマンを倒せるのはお前たちだけだ。ありがとう、ネフライト。みんな、頑張って。愛のエナジー、こいつに新たなパワーを与えてくれ。黒水晶よ、今こそ我ら4人にかけられし呪いを解き放ち、我らがマスタープリンスエンディミオンのもとへ導け。思ったより楽しませてくれたな、エンディミオン。くずと愚かな男よ。あくまでも私より月のプリンセスを選ぶとは。終わりだ。ガク、やめろ、戦いよう。プリンス、我々はもう我慢できません。月の王国のやり方はもうたくさん。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。なぜ争おうとする。いつ言いなりになったというんだ。ベリルだな。ベリルの呼び出したあいつに吹き込まれたのだな。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているんだぞ。エンディミオン様、セレニティ。死んだ、月の王女が死んだ。違う、我々が望んだのは。うわあ、なんだこの記憶は。俺たち前世の記憶。まさか、そうだ、そうだ、俺たちは、俺たちのマスタープリンスエンディミオンを探して転生してきた。でもその記憶を取り戻さないでしょ。またしてもあいつの手の内を。魔なるものに。軍隊たちの様子がおかしいわ。ミスライトが言っていたのはこのことだったんだ。ネフライトは本来の記憶が戻っていたのね。地球国のプリンスエンディミオンを守る親衛隊だった彼らが
悪魔に見入られた時の悲劇を。それを食いながらも彼らはどうすることもできなかった。現代を転生した後も思い出した、思い出したぞ。私たちの真のマスターは地球国王子プリンスエンディミオン。貴様ら何のつもりだ。まさか私の魔力が解けたというのか。タキピの亀、間に合って。それはクロスリッシュプリンスエンディビオン。はっ、早く。ブラッドリオパールを破壊し、パストワイズマンを。ベリルは我らが封じております。クロゼキコの力、銀髄子の力、エラー戦士たちの力。そして我らの力、すべてを叩きつけてやるのです。それができるのはプリンス、あなた、プリンセスセレニティだけ。我らがマスター。さあ、お前たち、この黒随所の力を使いこなすことができる。地球国のプリンスである私だけ。行こう、セーラームーン、セーラー戦士たち。私たちの全力をもってブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを倒すのだ。はい。バカな、どんなことが。マーキュリースターパワー、バーズスターパワー、ジュッターは。その優しさが怖かった。エンディミオンが、お前のその優しさに見せられるのが怖かった。お前のそばにいると全てを許してしまいそうになる自分が怖かった。
花に閉じ込まってたのよ。じゃあお見舞いのお花うさぎ持ちね。どれ、なんで私が海野のお見舞いのお花を買わなくちゃいけないのよ。冗談よ。冗談、割り勘ね。私今月お小遣いピンチなの。ダメ、出さないと許さない。ちょっとなるちゃん。でもさ、どうして私まで海野のお見舞いについていかなきゃいけないの。それは、だって海野の家に行くのは初めてだし。つまり心細いからついてこいと。いいんですかね、私なんかがいたら邪魔になるんじゃないの。なるちゃん、お見舞いに来てくれたんだね、嬉しいよ。そんな意味だって当然のことじゃない。愛し合う二人に言葉はいらない。海野となるちゃんは熱く見つめ合い、そしてちょっとうさぎ、何よそれ。私と海野はそんなんじゃないって言ってるでしょ。よかった、元気そうで。結局レッスンファントムとかいうのが何だったのかわからなかったわね。でもこれでやっと本当にダークキングダムとの戦いが終わったんだもん。クイーンベリルもネフライトたちも転生して、今度は戦いのない人生をどこかで送っているんでしょうね。そうだといいな。やっぱりウサギはプリンセスなんだな。何よアルテミス、今さら。いや、そうじゃなくて、敵であるクイーンベリルたちの悲しみさえも感じて涙する。僕らには想像もできないくらいの愛のエナジーを彼女はあのちっちゃい体の中に秘めているんだなって。なるちゃん、ああなるちゃん、うさぎ本当にそう思う。思いたい。まあなるちゃんと海野の仲もめでたしめでたしさ。そういうの雨降って地固まるって言うのよね。みなこちゃん、お見て、またどっか間違ってた。合ってる。おお。いや、まいっちゃね。海野くん、ダメよ、そんなキスなんて早いわ。私たちまだ中学生よ。必死に抵抗を試みるなるちゃんだが、所詮男の子の力にはかなわないのであった。ウサギ、もういい加減にしてよ。なるちゃん、君は僕の太陽だ。待て、いよ、熱いやっこ料理。ウサギ、遠い過去も辛い。